ダウン、じゃーん、はいはい、いやじゃーん、ごぼうごぼうって言ってたもんごぼうって誰ですか、じゃーん、ごぼう、ごぼう、ありがとうじゃないかごぼうって言ってたの、でもじゃーん、ごぼう、いや、ごぼうって言ってないでしょ誰もよく後ろ見てみ、俺がありがとうっつってそうだったんだ、ごぼうっつってんだと、ね、いうことで3位はポラリスでございました、はい、ありがとうございます、続いてじゃあ、はい、第2位の発表ですね、うん、じゃあ僕いきますか、また、はい、お願いします、はい、第2位はこちら、お、彼氏彼女の関係です、あ、いや、もうやっぱりこの中だと一番古いですか、古いね、インディーの時の曲だもん ね、そうですね、今回そうか、うん、インディーの 曲はもうそれしかない、入ってないか、うん、まあカラオジでクレイジーがどっちになるかっていうのもあるけどね、そうだね、でもそっかそっか、あ、はい、今回のツアーでのまさかの選曲で上がりました、うん、僕はギターをしているのですが特にワウペダルを好んで使います、うんうん、そうなったきっかけの曲です、小出さんのようにワウペダルを駆使しながら歌えるよう頑張ります、確かにいいですね、そう、今回のツアー初めてじゃない、ね、ワウペダル踏みながら、そうそうそう、ワウペダルを踏みながら歌えるんだって思って、うんうん、いや、いいですよあれ、うん、だからなんか、うん、マイクの位置がいつもの位置だと、うん、ワウを実は踏めないんですよ、うん、その足元が結構かさばってる関係で、でワウがこの足元のボードの一番右にあるから、うん、こう体がこうなっちゃうんで、うん、無理だとかって思ってたら、うん、いやそっかマイク位置変えりゃいいのかってなって、うん、あのなんかジャーンって伸ばしてる間に、うん、マイクずれてもうワウに足かけたままずっと歌うっていう、うん、あ、これできるんだ、さすがプレミアム会員ですね、みんな大体気づいてますやっぱり違うわ、ね、そうそうそう、もうね、でもう一個来てます、はい、昔から大好きな一曲で3人で演奏する彼氏彼女の関係をずっと聞きたかったので念願叶いました、うん、どこか懐かしくどこか切なく秋の入り口にぴったりでとても良かったです、はいはいはい、今は僕の目を見てからの流れも最高でした、そうなんだよね、これね、うん、これもね結構セットリスト考える時にありましたよ ね、 言ってましたね、この感じもあったんで ね、 あ、嬉しい、いや良かったですね、見ていきましょうか、うん、はい、はい、じゃあ曲紹介ください、はい、じゃあ彼氏彼女の関係見てください、ね、うん、これですよ、右側に寄ってるのがこう、うん、やっぱなんか野音だと俺これやっぱりやりたくなる気持ちがあるんですね、なんか野音も結構やってるんですね、うん、確かにこれ、これあの寝られてのとテレテレンっていうのを、うん、これ東京ラブストーリーと一緒にしようかっつって、はいはいはい、どっかの方で、うん、あの東京ラブストーリーって皆さん結構口であのイントロ言うときに、うん、あのテレテレンって言いがちなんですけど、はい、あれ本当はテレテレンなんですよ、うん、これ意外とみんな知らないっていうか、あ、注意しないと分かんない、上がるんじゃなくて上がるんですよ、トゥルドゥーンじゃなくてトゥルドゥーン、はいはい、なのがいいんですよあれって、うん、でそれをよしトゥルドゥーンってやろうって言って、うん、やって、うん、どっかで失敗して、うん、なんで失敗してんじゃねえかよそうそうそう、失敗してんのそうで、やめたんですよ、元にやめてんのしかも俺逆になんか、うん、最後のあの公園の方とかはさ、入る時シンバルで自分でこうリレー、チャシャシャシャってやってたね。とかやってみたりとかね。なんかそれこの曲さ、しかも3人になってこのやってる曲の中でさ、うん、割とじゃあチャップマンを前回使ったりとかして、うんうんうん、関根のコーラス俺がやんなきゃいけない曲も結構あったじゃないですか。はいはいはい、だからすごい安心感なの。これもともと俺がコーラスだから、うん、この曲はもうだいぶ、うん、なんだろう、他の曲と違ってすごい安心感があるんですね。そうだよね。コーラス。泣きながら歌うって変、なんかすごいことだもんね。いやでも弾きながら歌うのもそうだと思いますけど。確かに。絶対歌だけ歌った方が上手に歌えるし、それはそうだよ、ギターだけ弾いた方がそうだよ、ギターの、まあ、どっちかにしたい、本当はどっちかがいいけどね、頼むからどっちかにでもほら将来的にもしかしたらドラムとでなるかもしれないですよ、でもなんかこの曲はね、ほらこれもう見て、ソロ前公演良かったですね、これこの折り返しからのちょっとテンション上がり気味のソロの、そう
自然とテンション上がったのに。ゴリラが映ってたちょっとユミキさんを思い出すって今思ったんだけど、そうそう、でユミキさんと演奏した時のソロのアレンジの感じというか解釈というか、なんかそれがすごい印象に残ってたので、まあ同じことはやってないし分かんないんですけど、まあそのノリはちょっと意識しますね。でユミキさんとの演奏を踏まえたバージョンでした。でもあれはやっぱだいぶ勉強になりましたよね。いい経験だったな。本当経験、うん、やっぱ古川さんの時もそうだったけど、うん、やっぱ古川さん、ゆみきちゃんとのあのツアーは ねバンドとしてだいぶ成長させてもらいましたよ、ね、なんかグルーヴってなんか人に育ててもらう感じがあるなって思って、うんうんうん、なんかメンバーが上手になると自分も成長するし、うんうん、なんか上手い人とかいい演奏する人と一緒に演奏すると成長するなって思う。そうだね、うんうん、でもそれがしかも自分のバンドでそういうことができるってなかなかないことだから、ね、うん、やっぱそれがすごいありがたいですね、うんうん、今こうバンドのこうなんていうのかな、やってて楽しい部分につながってるのかなっていうのがありますよ ね本当に。いいですね。アウトロのアレンジ違うね、うん、イエーイ、うん、いいね。この後はここまで書き増し長くないんだよね、はいはいはい、ちょっと短くしたりとかね。あ、そうね、これそうだね、そうそう、これ初日がそうだからね。そう、ありがとうございます。あ、でもいいテイクですね、うん、そうですね、いいテイクでしたね、いいと思います、うん、さあ、じゃあいよいよ来ましたか、第一の発表ですけれども、マジですか、じゃあ酔いどれの酔いどれが段取りをいろいろと間違えるかもしれないですけど、ね、いいんだよ、タイトル言って、タイトル言って、あのちゃんとこう、あれを読むの、そういただいたものを読んで、忘れたんかい、グレープジュース、はい、チェンジス、今僕の目を見て、うん、ポラリス、彼氏彼女の関係ときて、はい、いよいよ、いよいよ、1位は、ドルルルルルルルじゃん、え、お、ダビングデイズ、マジか、なるほど、なるほどね。マジか、ダビングデイズですね。森くんの振り付けつけた。はい。そんな振り付けだったんですか。はい、ツアーでは珍しい曲だなと思って日比谷で聴けた時はびっくりしました。もともと大好きな曲だったので、うん、今日がまた昨日の焼き直しという歌詞に胸が詰まりそうになるけど、うん、後半にかけて盛り上がる演奏によってまた明日からも頑張ろうという気持ちになります、うん、でも実際にこの曲を聴くときは毎日仕事で疲れ果てて今日も明日もまた仕事でっていう時にやけくそになりながら聴いてます。なるほど不思議と元気になれるんです。ツアーでは演奏に合わせてバチバチになるフラッシュと3人のゴリゴリの演奏が本当にやばかったです、うん、もっとやれって感じで、腕を振り上げてめちゃくちゃ楽しかったのがいつまでも思い出に残っています。ありがとうございます。ね、もう一個、なるほど、はいはい、はい、出勤前によく聞いています、うん、なんか嫌なこととかどうでもよくなります。やっぱそういう感じなのね。あ、カッティングはさすがとしか言いようがなく、うん、ベースもめちゃくちゃかっこいいし激しいドラムは気分がぶち上がります、うん、ライブの時も3人がとても楽しそうに演奏されていたのが印象に残っています、うんうん、リリースから8年経っていますが当時との演奏の違いや制作秘話などがあれば教えてください。なるほど、じゃあ見ながら喋ります、うん、はい、はい、じゃあダビングデイズをどうぞ、どうぞダビングデイズをどうぞそんな曲ないよね。そういう風になると真面目な話できなくなっちゃうんですよ。ごめんなさい、今自分で言ってすぐ気づいてる、おかしいね。ダビングデイズをどうぞ、そんな曲より聞いたの曲、なんか制作秘話とか覚えてねえな。これ実際ね、あの2番のサビ行く前の尺をちょっと減らしてるんですよ、うん、あ、そう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 、あ、そう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 、すごい、だって音源が半端なところ、そうなの、あのでもそこがこだわってたとこかな、当時の制作、めちゃめちゃあそこ時間かけたよね。やった、そうですよ、もうすっげえ時間かけた。それを時間かけて小出さんが言ってたのに、小出さんがライブでいや、この尺で今回は行こうってあっという間に決まったけど今回あの、覚えらんない自分が一番間違えちゃう。いやでもなんかそういう多分あそこの決めの部分だったりとかだけじゃなくて、割とこの平歌の
このグルーヴ感、うん、今に結構繋がってるとこあると思うんだよね、うん、あの ドラムとかは特に、うん、今のその意外ととか3人の演奏でやってここまでバッチリこうできたっていう曲がさ、ね、俺結構一番ハマったなって感じしたの、うん、あの前の曲で、ねうん、すげえハマったなと思って、ね、そうなんかやっぱさツアーの中で久しぶりにやる曲って絶対1曲か2曲は入れたいじゃない、うんうん、やっぱ今回これが結構そういう意味では目玉っていうそうだね、うん、うちらの中ではこれをちょっとこう ね推しでだって深呼吸のツアー以外やってこれやってなかったやってないかなそうだから次のツアーはこういう立ち位置の曲何にしようかなとかちょっと思ってます、ねね、それ考えるの楽しいよねそうですねなんかこのツアーだから経ってまだなんかいろんな曲やれるな、ね、やれるなって思ったもんね楽しいですよ、うん、何やるかな、ね、何やりたいかね何やりたいかねありますよ結構あそうありますよ俺はあります例えばじゃあ絶対やらないだろうなっていう曲は絶対やらないだろう絶対やらないんだろうなって曲はそうだなじゃあ絶対本当に絶対やらない、はい、ティピカルやらないあティピカルが関根さんがこうやっぱ関根さん曲も歌曲もなんかやってもいいんじゃないかな、うん、なんか前回のツアーであのウィンクスナイパーをちょっとやったりやった、ね、アンコールで、ね、そうそうやったりとかしてたんですけどあでも結構書いてくれてるいろいろあいいですねこれちょっと参考にします、はいはい、マジでやってねえ曲結構あるんだよなそうあのねこれ本当にラストダンスはどうなんだろうねラストダンスなあ確かにやってない曲多いねサテライトタウンみたいはやらないですよサテライトタウンそれ一生でしょあなたも一生やらないですよあっという間に第1位、はい、終わりましたねありがとうございます面白かった、うん、なるほどねでも一番はやっぱりあそこの決めの部分だったね。いや、はい、嬉しいなでも。はい。嬉しいなんか、ね、順位でした、うんうん。これなんかちゃんと目玉を、ね、そうですね。分かってくれてありがたいですね。よかったよかった。さあじゃあまあ次のツアーどうなるか、はい、ね、うん。ちょっとまたぼちぼちきっとリハ入るでしょ。そうですよ。年明けてからとか。ね、かそこで考えていきましょう。いろいろありますからね。うん、ね。あの対バンツアーもありますから。ね。ということで、はい今回のツアーどうもありがとうございました。ありがとうございました。